はい、順次です。では今回プレイしていく作品はこちら、アイワナリスタートゼゼロアナザーっていうね、スヌエルさんが作られました、私の大好きな、アニメ、リゼロの耐久作品になるんですけども、この作品は、ノーマル版がですね、ノーマルの難易度のバージョンがもう以前に公開されてまして、で今回はその強化版、アナザーとあるように、強化版となっております。でリドミを読みますと、曲の長さは前回と同じですが、弾幕やブロック配置等が変わっています。大きくパターンが変わっている部分は少ないですが、全体的に難易度が上がっていると思いますと。でパターンが分かりづらくて難しいところがあると思いますが、頑張ってくださいというのがね、同梱されてますから、難しいバージョンだということなんですけども、出てくるね、レムリンが、めっちゃ可愛いので、今回も頑張ってクリアを目指したいと思います。よし、ということで早速やっていきましょうか。タイトル画面で流れる曲もめっちゃかっこいいね。さて、でデータ1いきましょうか。データ1ね、こんな感じだったっけ。右いける、これ。いけないか。なんか歌い手さんバージョンも前回はありましたよね。よし、これだ。ハード、いけるね、いけるね、ここか。で歌い手さんバージョンは、そうね、読んでみましょうか、一応ね。ガルパ音源か。歌い手さんではなくてガルパ音源ですね。通常音源と。ガールズバンドパーティー音源ってことでしょうかね。で一応ですね、ガルパ音源は、前回の、ノーマルバージョンで一通りね、やっておりますので、で今回もね、弾幕が変わるのみだと、この強化版は思いますので、今回のこの、アナザーは、ガルパ音源バージョンはやらずに、ただでさえクリアするの難しいと思うので、このノーマル版だけを、攻略していきたいと思います。では行きましょう。行こうね。エミリア、レムリン、ラムリン、ラムリンじゃ、ラムチーとベアトリス。結構変わってる。ラムチー出てきてる。もう全然違うね、これ。アナザーとは言いつつもね、本当にもう別の、そうね、耐久作品と思ってやっていきましょう。いいね。エミリアさんのね、シーンは結構胸にくるようなところですけどもね。レムリンの、このレムのね、立ち絵は変わってませんけど、ラムチーの立ち絵がちょっと追加されてるね。そして結構、それは時期狙いかな。このさ、レムリンのカットイン、前作のエンディングルームに使われていたものですね。そうだ、 BGM 調整しよう。このまた耐久に入ったら若干変わったりしますからね、その辺も。でこの後に時期だね。なんだこれ、時期でもないの。結構難しくなってますね。それは強化って書いてあるので、難しくはなってるんですけども、これ底が見切れない。それ固定かな。結構難しいぞこれは。待ってね。でもちょっとね、見切ってきたんだよ。こことここと、ここ、多分パターンだな。パターン。なるほどね。この辺は一緒ってことかい、スノエルさん。いいね。ラムチーのところにレブリンの弾、レムリンのところにラムチの玉っていうのは、またなんか、意味深な。来た、ここ、よし来た。これは一緒か。この辺は超えられるようになってきましたね。オッケーでもって、これ乱数だろうけど、そこ結構早めに動かなきゃ。やりやすい難易度ですね、非常に。サクサクプレイできるあたりがいいね。来た、これ、これは、この辺一緒か。タイミングだね、あとはね。このね、スノエルさんの耐久は、本当にこう、展開が早くて楽しいですね。このアップテンポと言いますか。危ね。よし。どうやっていけばいいの？ここ。こうやっていくのか。オッケー。わかりました。オッケー。いいでしょう。かわいいね、レムリンもラムチーも。
よし、オッケーオッケーオッケー、おーし、これだ、これだよ。あ、ここら辺は一緒、どうだったっけ、あれあれあれ、よし、オッケー、まあここまでは来れますね。そしたらこっち行ってみようか。多分端っこで、危ないな。あー、この辺は、どこにアンチがあんのこれ。よし、いやそれにしてもね、やっぱリゼロっていうだけあってむっちゃ楽しい。あー、当たっちゃうこともあるのね。よし、ここさ、もうちょっとパターンをうまく、あぶね、来た来た来た。でこれはこ辺にいて、ここここここが当たんない。よしよし、わかった。え、待って、今回はどっち、ラムチの方行こう、ラムチだ。あ、どっちもあれなのね、2人のそのなんていうか間に入れと。ここ前回言ってた通り、やっぱり各キャラを表してるんですね。白がエミリア、青がレムリンで、桃色がラムチで、黄色がベアトリスト。そういうことか、謎は解けた。危ねえ、うん、行きましょう行きましょう。おっと、さあこの辺からよ。ここの乱数がいいのが来てくれればいいんだけど。よしよし、来た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 、オッケーオッケーオッケー、そういうことだ。よし、あとはまあ避けて上に上がる。よし、来れたぞ。さあ2人が脅威から守ってくれる。そして、うん、攻撃してくるんかい。そしたらどうしましょうか。この乱数すんごい大事だからね。よし、超えた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 、オッケーで、黄緑を超えて。よし、さてここなんですけども、待ってね、この辺で飛んで、あ、待った、あ、ダメだ、遅いんだ。左からじわりかな、それかセンターからじわりかのどっちかだけど、ここはですね、よし、ここどうよどうよどうよ、今度はどう、あ、待って、このバラマキ弾地味にやらしい。いいとこ来てお願いだから、ここほんと危な、危ない、そこほんと運にかかってるから。よし来た、ここなんですけども、言うと毛で飛ぶ。よし、でじわりじわりじわり、よし、来れてる来れてる、お願いお願い、待って、うわうわ、くそ、うーんと待ってね、今どうなってた、どうなってたんだ。 OK でじわりといって、レブリンの足元で、ここで、あ、待って待って、引っ込まないな今回。うーん、ちょっと避けなきゃダメか、やっぱあのちっちゃいのも。じわりじわりじわり行くよ、ここ、ここ、あ、待って待って、え、そこってダッシュじゃないのかな、違うのかな。よし、頼むよ、2人力をくれ、攻撃はいいから。よしよし、来た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 、よし、超えた。え、待って待って、ちょっと違う、そこ止まんなきゃダメ、頼むよ。でここはレムリンの足元で真ん中、お、来た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 、待って待って、くっそくっそ、あそこセンターにいなきゃいけないんだ。時期の周りじゃなくて、多分本当に画面の下のセンターにいないとダメなのね。もうちょいもうちょいもうちょいでクリアできるぞ。よし、頼む、いいとこ来い、いいとこ来いよ。よし、オッケーオッケーオッケー、で頼むから、よしよし、じわりいって、でここ、よし、一回退避、いった、たい、ちょ、待って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 、これてるこれてる、なるべく見させてお願い。ちょっと、くっそ、スノエルさん鬼がかってますね。よし、来た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 、何回目か、やっと来れた。ちょっと待ってね、おっと、ここが、よし、超えた超えた超えた、待って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 、おお、超えてる超えてる超えてる、おお、なんとなく超えてるぞ、頼むよ。さて来るぞ、多分、おお、やっぱりここレムリン、あ、待って、ラムチーとレムリンが交互に、待って待って待って、いけっか、これいけないか、やっぱりいけないかいやすごいな、なんか一気に来れた。あの前回からこの回までね、結構時間かかりました。今42分経過してます。来てるよ来てるよ、久しぶりに、さあ来たぞ、ここここミスんな、待って、ちょっと待って、クソ、マンって頭ぶつけちゃった、もう頭ぶつけちゃった。行くぞ、この辺から集中、多分このここがいいんじゃないかなと思うんだよね。ここここさ結構当たんないよね、
あ、来てる来てる来てる。待て待て。よしよしよし。マジかよ。それあるかよ。頼むよ。レムリン、ラムチ頼むよ。いい球来てお願い。頼むからいいランスにかかってる。お、いいねいいねいいね。お、頼むよ。いい球ちょうだい、お願いだから。よく見て。オッケーオッケーオッケー。頼む。よし、来た来た来た。来た。久しぶりに来たぞ。待って待って。ここ。何？結構。パワー。うーわ、すんごいな、これ。うわー、これ超えればか。よし、来た！やったー！クリアしたぞー！鬼がかってますね！コングラチュレーションズ！難しかった。本当に。いや、さすがアナザーでしたね。もうめちゃめちゃ難しかったです。はい、ちょっと一回ね、クリアタイムと見に行きましょうか。こんな感じになってます。デス数138です。クリアタイム1時間28分43秒と。まあ、とにかく難しかったけどめっちゃ楽しい耐久作品でした。まあ、レムリンかわいいね。でこの作品なんですけども、私がちょっと先行してスノエルさんからいただいておりまして、でまあこのまま公開されるか、このあとね、まあ、もしかちょっと微調整されて公開されるかは分かりませんけども、またこのね、リゼロ耐久の耐久の、アナザー版もありますので、興味ある方ね、それからリゼロが好きでアイワナがすごく経験豊富な方、ぜひねプレイしてみてください。はい、よし、ではこれにて完全クリアとさせていただきたいと思います。まあ、このね、エンドルームの画像は前回と変わりませんが、そうは言っても素敵な画像ですね。はい、ではアイワナリスタートジゼロ、そうですね、のアナザー版、完全クリアで終了したいと思います。最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。繰り返しになりますが、興味ある方はねぜひプレイしてみてください。スノエルさんも本当にありがとうございました。ではまた次回作品の、アイワナでお会いしましょう。ジュンジーでした。ではまたね。そしてスノエルさんは今回も鬼がかってますね。だろ。